中島聡る、中島聡る、中島聡る、1953年2月23日帯は、愛知県岡崎市出身の元レーシングドライバーで、有限会社、中島企画代表取締役社長。身長165センチメートル、体重60キログラム、血液型 B 型。日本人初の F1 フルタイムドライバーで、株式会社日本レースプロモーション。 JRP の取締役会長も務める。愛知県岡崎市に四人警視の末っ子として生まれる。成果は約300年続く農家。父親は航空母艦、運用で関西機の整備兵をしていた軍人。兄たちが戦死したので農業を継いだという。岡崎市立梅園小学校、岡崎市土地青井中学校を経て、 名城大学附属高等学校に進学。高校在学中にレーシングカートをはじめ、数千のレースに参加し、優勝も経験。高校卒業後に運転免許を取得し、アルバイト先だったガソリンスタンドに就職。後に実刑が開業したガソリンスタンドに移り、そこで資金を稼ぎながら本格的なレース活動を開始する。 1973年の鈴鹿シルバーカップ第一戦でレースデビュー決勝3位。1975年には FL500 に参戦してシリーズチャンピオンを獲得。ただこの頃は慢性的な資金不足にあえいでおり、1976年にはレース活動をやめようかとも考えていたという。ところが同年夏、鈴鹿サーキットで行われた GC レースに参戦。 するためのドライバーを探していた松浦健の目に偶然止まったことが契機となり、当時最強チームとの呼び声の高かったヒーローレーシングへの加入が実現する。1977年にはヒーローズレーシングより全日本海2戦、鈴鹿海2戦と FJ1300 に参戦。特に海 J1300 ではシリーズ全7戦でポールポジション。 全周会トップという圧倒的な強さでシリーズチャンピオン獲得する。1978年には全日本会にに参戦しつつ、イギリス会3にスポット参戦。鈴鹿サーキット限定で争われる鈴鹿会に選手権でチャンピオンを獲得した。なお1978年はイギリス会3に参戦する関係で、シーズン途中にモータースポーツライセンスを日本自動車連盟。 ジャフ発行のものから、イギリスの王立自動車クラブ、ラック発行のものに切り替えてる。当時の全日本海に選手権では、外国ライセンスのドライバーは、ポイント対象外との規定が設けられており、このため、中島の後半2戦、第5戦、第7戦の結果は、ポイント対象外となってしまう。この2戦で、中島は共に2位に入っており、通常通りのポイントを獲得していたとすると、 同年の全日本海にでもチャンピオンを獲得していた計算になるため一部のメディアでは幻のチャンピオンと評されることがある。1979年には幾沢ルが結成したアイアイレーシングに移籍。ただしヒーローズレーシングから半ば強引に引き抜かれる形でチームを移籍したためヒーローズ側の圧力により当時の全日本海にで 最強とこれた県松浦レーシングサービスチュームの BMW エンジンの供給を受けられず、同年と1980年の全日本会議では成績が低迷する。一方で1979年には富士 GC シリーズでチャンピオンを獲得した。1981年からは、陸沢のつてで前年より会議に復帰したホンダのワークスエンジンの供給を受けられるようになり、 同年と1982年には全日本会に選手権、鈴鹿会に選手権でシリーズチャンピオンを獲得。1982年にはヨーロッパ会に選手権にも参戦し、初戦で任意表彰台を獲得するが、資金不足に悩まされ成績は下降した。そのため、行沢ルと角質が生まれ1983年にアイアイレーシングから離脱。 自らの会社中島企画を設立するため、破格の契約金を提示した原田レーシングに移籍する。アイアイでのドライビングを高く評価したホンダから、引き続きワークスエンジンの供給を受けたが、チーム体制が整っておらず同年はチャンピオンを逃した。1984年にヒーローズレーシングに復帰。その時に、車体はヒーローズが提供し、 資金は中島企画が賄うという当時としては例のない契約をした。以後1986年まで全日本海に選手権で3連覇を達成するなど BMW 勢より優位なホンダエンジン中島のテクニックブリジストンタイヤのパッケージは当時の F2 には敵がいない状態であった。ホンダがエンジン供給しない富士 GC シリーズでは 県松浦レーシングサービス中の BMW エンジンの供給を受けられず劣勢であった。会一マシンの初ドライブは1982年に全日本会2の一戦である JPS トロフィーで優勝した副賞として当時 JPS がメインスポンサーだったロータスのテストを行ったのが最初。その後前日のホンダとの関係から1984年からは ホンダ会一のテストドライバーを務めるようになり、当時ホンダがエンジンを供給していたウィリアムズのマシーンをドライブするようになった。後の F1 デビュー後に、この際の経験が活かされることとなった。1985年と1986年には、トムス・トヨタに乗り、ルマン24時間レースや世界耐久選手権、WEC にも参戦。特に1986年の WEC in Japan 富士スピードウェイではトムス 86C トヨタを仮戦トップタイムをマークしたがティーカーでのタイムのためにタイムは無効とされポールポジションを獲得することはできなかった。決勝は9位。1986年にはホンダのサポートを受け全日本海に選手権への参戦の合間を縫って国際海参戦にもフルシーズン参戦した。 国内選手権との同時参戦という、過密スケジュールでの参戦である上、初めてのコースや時差に戸惑いながらも現実な走りを、見せたびたび優勝争いにも絡み、最高位4位、1回を含む、数回の入賞という結果を残した。ホンダとの強い結びつきがイメージされる中島だが、ワークス契約はしておらず、ホンダ一辺倒だったわけではない。デビュー当初は、 マツダ系ディーラーの壁南マツダの支援を受け、ファミリアやサバンナ RX-3 などで多くのレースに参戦していた。また、全日本会にでホンダのワークスエンジンの供給を受け参戦するのと並行してロータスから技術供給及び資本提携していたトヨタが F1 参戦の可能性があったこともあり、1980年のフォーミュラパシフィック、 FP やその後のルマン24時間レース WEC、ジャパンなどでは、トヨタ系のマシンを、数多くドライブしている。一方で日産との関係は薄く、1979年の FP で、星野和義の代役として数戦に出場した程度で、ある。一説には、この FP 参戦時に、ハセミ・マサヒロとチームオーダーの件で対立したことが、 中島から日産を遠ざけた元と言われている。しかし、中島本人は、ホリデーウォート市場で、フェアレデゼットを思い出に残る車にあげている。その他、引退した翌年に、ゲスト出演した、サンマのまんまでもフェアレデゼット愛車であったと語っている。参考資料、会一走る魂、海老沢康久著文芸春秋、34歳にして、大のプリンスビラに次ぐ、 アジア人として二人目、日本人初のフルタイム会一ドライバーになる。1987年の開幕戦、ブラジル GP でロータスホンダよりデビューを果たし、1991年で引退するまでの5年間、ホンダと初年度のチームメイトであったアイルトンセナと共に、当時バブル景気で湧いていた日本に、会一ブームを巻き起こした。会一での生涯成績は、出走回数80回。 決勝出走回数74回、予選最高位6位、2回、1988年、メキシコ GP1988 年日本 GP、決勝最高位4位、2回、1987年、イギリス GP1989 年、オーストラリア GP、ファステストラップ1回、1989年、オーストラリア GP、総獲得ポイント16点であった。BR 1984年からホンダエンジンを搭載した下1マシンのテストドライバーを務めた後に、この年の開幕戦であるブラジル GP にロータスホンダより下1デビューを果たし7位で完走した。この年は慣れないコースの上、99T の信頼性が低いアクティブサスペンションに苦しめられ予選で6から7列目の中断になる場面が多く見られたほか、 マシントラブルに苦しめられたものの、4位1回、5位1回、6位2回の合計7ポイントを獲得し、グレーデッドドライバー、グレーディドドライバーの仲間入りを果たした。なおこの年のチームメイトは、後のワールドチャンピオン、アイルトン・セナであった。会1では、若いカーナンバーが、チームのエースドライバーに与えられることが多いが、新人の中島が、カーナンバー11。 すでに会一での実績のあるセナがカーナンバー12であった。これは単にセナが985年のロータスカ流時にエリオデアンジェリスのセカンドドライバーとして12番をつけた名残とも言える。4位に入賞したイギリス GP ではホンダエンジン車による1から4位独占の一角を占めたほか、地元の日本 GP でもベネトンのブーツェニアファビ、ブラワムのパトレーゼラと終始争い。 中島返し、大外刈りと呼ばれる鈴鹿サーキット1コーナーでのアウト側からの追い抜きを2回も決めて6位に入賞した。マシンに関しては期待していたほどの成果を上げることができなかったため、この年限りでアクティブサスペンションの実践仕様を中止した。長長い期間アクティブサスペンション開発に注力してきたこともあり、パッシブサスペンションや空力、 トランスミッション等の開発が立ち遅れ、翌年以降の低迷期へと繋がっていくこととな。中島のマシンにのみ、シーズンを通じて車載カメラがテスト的に搭載されたが、このことがマシンのバランスを崩す結果となったが、セナが2勝のトータル57ポイントに対して、中島は7ポイント差はかなり大きかった。初年度と同じクロータスホンダをドライブすることになったが、チームメイトは 前年度のワールドチャンピオンで、ウィリアムズから移籍してきたネルソン・ピケに変わった。この年はコースに慣れたこともあり、予選でピケに並ぶタイムをたびたび叩き出したほか、ターボエンジンが圧倒的な優位性を持つメキシコ GP や、コースを熟知していた日本 GP における予選6位が、たびたび予選トップ10に食い込む活躍を見せた。市街地コースで開催されたモナコ GP と、 アメリカ GP では予選落ちを喫したが、決勝レースでもトップ10内フィニッシュを繰り返し、性能で上回るフェラーリを従いてのレースや、予選で前後に着くことが多かった、ウィリアムズやベネトンと、高バトルを繰り広げることがたびたびあった。しかしマシントラブルが原因のリタイアも多く、開幕戦のブラジル GP で6位に入賞した以降は、入賞することなくシーズンを終えた。このシーズンも、 チームメイトとのポイント差が大きかった、ピケ20ポイントに対し中島は1ポイントのみ、が、上記のように主にマシントラブルによるものであった。当時のロータスは中島をセカンドドライバーと明確に割り切っていたため、チームの中島とピケに対する待遇差は、歴然としていたが、レース中にピケを上回ることもあった。なお、ベルディ GP 序盤で6位走行のピケに対し、 中島はピケより上位の5位を走っていたものの、ほどなくしてピケに抜かれるという場面があったが、このジュニーの入れ替えはチームオーダーによるものではなく、シフトミスの結果であったと中島は自らのミスを認めている。日本 GP では開幕前日に母を亡くすという最悪の精神状態であったものの、自身の予選最高位である6位を獲得。 しかしポールポジションのセナと共にスタートでエンスト、大きく出遅れたものの鬼神の追い上げで入賞まで、あと一歩の7位まで挽回してみせた。シーズン序盤に、来季のロータスに対する、ホンダエンジンの供給停止が決定されていたため、この年限りでの中島のロータス離脱は、決定的に見えた。実際、アローズと契約寸前まで行っていたが、スポンサーの問題で、 最終合意には至らなかった。そしてロータスは、マシン開発に長けているだけでなく、チームスタッフとの関係も良好な上、エプソンやピアといったスポンサーを持つ中島との1年間の契約延長を行った。契約延長が発表された最終戦のオーストラリア GP で、中島は初めてティーカーを与えられたが、ロータスが中島に対して、 ティーカーを与えたのはこのレースが最初で最後であった。この年も引き続きロータスでドライブすることになったが、ホンダからのエンジン供給が止まったため、非力なカスタマー仕様のジャットにエンジンが変わり、ワークスエンジンを持つトップ4チームに比べて明らかにマシンのポテンシャルは劣っていた。またシーズン中にティックフォードチューンの5バルブ仕様を投入する予定だったが、トラブルが頻発したため、実戦では フランス GP で投入されただけに止まるなど、チームの混乱が続いた。シーズン全般的に、ピケと中島両方ともに、予選、決勝ともに、中位以降に沈むことが多かったが、チームメイトのピケは、シーズン中盤に新型エンジンが投入されたことで、連続入賞を果たすなど戦闘力に劣るマシンながら、元ワールドチャンピオンの意地を見せ、中島もイギリス GP、 ドイツ GP やポルトガル GP などで構想を見せたこともあった。なお、昨年予選、決勝ともに中島が上位争いをしたシーズン中盤のベルギー GP では予選初日に上位に顔を覗かせたが結局ピクとともに予選落ちを喫する結果となった。エントリーしたマシンがすべて予選不通化となったのは長い歴史を誇るロータスのチーム史上初の屈辱であった。なお、 この年の中島はすでに、モナコ GP、カナダ GP でも予選落ちを経験しており、これがシーズン3度目の予選普通化であった。この年の中島とロータスにとって最大の見せ場となったのが最終戦のオーストラリア GP であった。中島は激しい雨が降る中、後方23位からスタートし、1周目にスピンし、最下位まで落ちたものの、 スピンやクラッシュで自滅するマシンも多い中で序盤から次々順位を上げ、レース中盤以降にはワークスのルノーエンジンを搭載し、性能に勝るマシンで3位を走行するリカルド・パトレーゼのウィリアムズ・ルノーを追い回した。スリップストリームに入るとエンジンが前のパトレーゼのマシンが巻き上げた水煙を吸い込み、スファイヤを起こすという症状が何度も起きたため、 結局、パトレーゼを抜くまでには至らなかった上に、時間制限により規定周回数前に、レースが終わってしまったが、自身にとって初であり、同シーズンで、ロータスにとっても初のファステストラップを記録し、自己最高位体の4位に入賞した。ファステストラップは2012年中国 GP で、小林カムインが記録するまで長い間、海一において唯一アジア人ドライバーが記録した、ファステストラップだった。 体制が悪化したロータスに見切りをつけ、前年のシーズン中より、アローズやティレル、オニクスなど、複数の中堅チームと移籍交渉を行い、最終的にはティレルに移籍することになった、ナオピケベネトンに移籍した。非力なフォードエンジンを使用するため、前年に続き、苦戦を強いられることが予想されたものの、バランスが良いマシンとなり、開幕戦のアメリカ GP で、 ウィリアムズのパトレーゼやブラバムのステファノ・モデナとのバトルを経て6位入賞を果たしたほか、日本 GP での6位入賞を含む3回の入賞を果たすなどまずまずの成績をした。しかし、シーズン中盤に6連続リタイアを喫するなど、度重なるマシントラブルに見舞われたこともあり、シーズンを通して完走がわずか5回という完走率の低いシーズンとなった。また、 チームメイトのジャンアレジもアメリカ GP での2位、表彰台2回を含む3回の入賞を果たすなど、マシンのバランスの良さを生かした結果を出したが、中島同様に完走率の低いシーズンを送った。なお、この年の第3戦3割の GP でデビューしたティレル019は、初めて本格的なハイノーズを導入した画期的なマシンであったが、 中島本人は、前年型のティレル018のハンドリング特性をより、好んでいたという、本人によると、確かに018よりタイムは出るんだけど、なんか乗りにくいんだよね。チームオーナーのケンティレルは、アレジのような一発の速さはないものの、レースを通じて安定した走りや、ロングランでのタイヤテストや、決勝用タイヤの皮向きのための走行など、地味ながらもチームに、 不可欠な作業を黙々とこなす点、そして開発能力や確かなセッティング能力などを理由に挙げ、中島に対して高い評価を与えていた。この高い評価により、翌年度もティレルに残留することが早くから決まっていた。昨年に続き、ティレルでの参戦となった。当時、高い戦闘力を持ち、かつ前年マクラーレンにダブルタイトルをもたらした。 ホンダ V10 エンジンを搭載することが決まっていたため、前年以上の高成績を収めることが期待されたが、ハイパワーエンジンを支えるタイヤが、この時、優勢だった、グッドイヤーではなく、ピレリだったことから、車のパフォーマンスを十分に発揮できるのか不安視する、見方もあった。シーズンが明けると、フォード V8DFR エンジンに比べ重くて大きいエンジンを積んだことから、 マシンバランスが悪化し、それを補うために導入された軽量トランスミッションが信頼性不足取り、トラブルが頻発した。それでも3割の GP では予選トップ10からスタートし、エンジントラブルでリタイアするまで4位を走行し、1987年のイギリス GP 以来のホンダエンジン搭載マシンよる1から2から3から4フィニッシュを期待させるなど、シーズン序盤こそ、 チームメイトのモデナと共に期待を抱かせる走りも見せた。しかし、シーズンが進むにつれて、ティレル020の相対的な戦闘力は低くし、結局シーズンを通しての入賞は開幕戦のアメリカ GP の5位のみという結果に終わった。この年のティレル失速の原因として、ホンダ V10 エンジンによるマシンバランス悪化という根本原因のほか、ィレリタイヤの開発主導権を軽い V8 の HB エンジン搭載のベネトンに握られてしまい、V10 エンジンのパワーにマッチしたタイヤを手に入れられなかったことと、シーズン序盤にデザイナーであるハーベイ・ポスルスウェイトがチームを離脱したため、マシン熟成作業が父として進まなかったことも挙げられる。また、中島自身も体力と視力の衰えに悩んでおり、第9戦のドイツ GP にて、このシーズンを最後に引退することを発表。 なお、引退発表直後に行われた、ドイツ GP 予選では、このシーズンで唯一チームメイトのモデナより早い予選、通過タイムを記録している。その年の日本 GP が行われた、鈴鹿サーキットはまさに、中島はじめ職に染まり、日の丸と共に、ありがとう中島、やらないか中島などの横断幕がサーキットを埋め、最後の鈴鹿で、念願の表彰台が期待されたものの、 スタートに失敗し7位まで追い上げたもののステアリグのトラブルにより車が曲がらず S 字でクラッシュしてリタイアという結果に終わった引退レースとなった最終戦のオーストラリア GP はくしくも4位入賞ファステストラップを記録した2年前と同じ雨のアデレード市外気サーキットとなったがレース序盤にリアをスライドさせてマシンがコンクリートボールにヒット 26代中最初のリタイアとなり、第一レーサーとしてのキャリアを終えた。日本国内の各選手権で活躍していた頃から、雨のレースを得意とし、ファンからは雨の中島と呼ばれていた。ロータスでの最後のレースとなった、1989年の最終戦オーストラリア GP アデレード市街地コースでは、予選に失敗し23番グリッドからのスタートとなったものの、 大雨に見舞われチャンピオン争いを行うセナや1987年のワールドチャンピオンのピケなど多くの選手がクラッシュ。最終戦とあって年間順位がほぼ確定していることもあり、セナとチャンピオンを争っていたものの、ほぼチャンピオンを確定していたプロストは、危険なすぶ濡れのコースで無理に走らず危険するほか、セナも前方が見えず、ブラバムのマーティンブランドに追突してリタイアするなど、 最悪のコンディションの中、戦闘力の劣るロータス101ジャットで上位のマシンを次々と抜き去る見事な走りを見せ、日本人ドライバーとして初の、そしてチームロータスとしては最後のファステストラップを記録した。残り10周を切った時点で3番手を走るウィリアムズルノーのリカルドパトレーゼの直後に迫り、日本人、海一ドライバー初の表彰台を期待されたが、 エンジンの電気系統のトラブルで抜くことができず、また2時間ルール規定にも阻まれ、結局4位に終わっている。レース後、中島は担当エンジニアのキム・デンシャムと抱擁した。後年、TV のインタビューで、なぜ雨のレースが得意なんですかとの問いに、雨だと車が滑るけど、その分ハンドルが軽くなって操縦しやすくなるから、腕力がない自分にとって、雨のレースはチャンスだったと答えている。 また、中島のマシンの挙動に対する感覚の高さが、車が滑りやすい雨のレースにおける、ドライビングの巧みさの理由であるという評価も受けている。独絶で有名なイギリスの BBC の名物解説者であり、それまで中島に対して高い評価を与えたことのなかった元ワールドチャンピオンのジェームス・ハントは、後の1991年シーズン前に、 パフォーマンスの高いホンダエンジンを搭載したマシンをドライブしても中島が表彰台に登れるはずがないとこきおろしたものの、だが前線が雨で開催されるなら話は変わってくるとも語っていた。その後の1991年のサンマリノグランプリでも上位が潰れる中、予選10位より一時4番手まで順位を上げ、マクラーレンのアイルトンセナ、 ゲルハルトベルガー及び3番手を走るステファノモナと、共にホンダエンジン搭載車が1から4位独占かという、ところで駆動系トラブルにより、惜しくもリタイアしたが、この時もレース前半は、ウエットコンディションであった。スキルはあるが体力がないという趣旨の発言をした、第一関係者は、複数存在した。1991年当時直線と、 死刑院で構成されていたドイツホッケンハイムリンクでの予選ドライでこの年初めてチームメイトのステファノ・モデナを上回った際当時ティベルのテクニカルディレクターであったハーベイ・ポスルスウェイトはまた予選での走りを課題と指摘しイギリス BBC の解説者ジェームス・ハントは会一デビュー時の中島を低評価していたがロータスで2年間チームメイトだった ネルソン・ピケも近い見解を示しており、と述べ、また長所も挙げて走りを評価している。元ホンダ海一監督の中村義雄のインタビューに、対しては、マシンの開発能力及び、セッティング能力が高いと評する発言も、複数見られた。ティレルチームで、多くのドライバーを見てきたケン・ティレルは、ティレルのチーフエンジニアとして、中島を知るジョアン・ビラデル・プラットは、中島の能力を語り、 全日本海産全選手権フォーミュラ日本、スーパーフォーミュラや全日本 GT 選手権スーパー、GT などに参戦する自身のチーム、中島レーシングの監督として、現場を率いている、つまびらかしは、中島企画の項を参照。同チームは、野田秀樹、中野真嗣、高木虎之介、日野安隆、松田次男、小暮隆、トムコロネル、アンドレ・ロッテラー。 ロイック・ディバルといったドライバーを輩出するなど、若手ドライバーの登用に積極的である。鈴鹿サーキットレーシングスクール、SRSK、SRS 会の校長も務めており、これまで佐藤拓馬、松田次男、松浦康介、武藤秀則などを同スクールより送り出している。2004年には日本レースプロモーション JRP の会長に就任。 観客数の低迷が続く、フォーミュラ日本、スーパーフォーミュラの立て直しにも、本格的に乗り出した。また引退後も、ホンダや、鈴鹿サーキットのファン感謝で、ジャフグランプリ閉催の、レジェンドカップなどで、たびたび、デモランや、エキシビションレースに参加しており、2016年現在も、往年の腕前の一端を見せている。明美夫人との間に、長男、中島和とと、 次男、中島大介の二人の子供を授かり、共に現在レーシングドライバーとなっている。特に長男、カズタカは、かつて父が、ホンダ海一エンジンのテストドライバーを止めた際に縁が、あったウィリアムズに2007年から所属し、同年最終戦から2009年アブダビ GP まで、海一に参戦していた。海一ブームが、頂点に達した年月日、 キティレコーズ、現ユニバーサルミュージックから、悲しき水中翼船で、歌手デビュー。作詞、作曲、プロデュースは、東京バナナボーイズ。中島本人は、歌うことに抵抗があったが、スポンサーであるエプソンの CM ソングであったことと、テレビ番組など人前で歌わないことを条件に、承諾したという。また、レコーディング直前まで自身が歌うことを知らされず、 僕は前もって言われると考えちゃってほとんど、ノーって言っちゃうんだよ。そのことをマネージャーが知っているから、直前まで隠したんだよね、と、会一ポールポジション、フジテレビに出演した際に語っていた。折からの F1 ブームや、話題性、テレビ CM での大量オンエアもあり、多くのプロの歌手を押しのけ、折り込んで、最高20位にランクインする、スマッシュヒットとなった。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。